奥さんと、どういうじゃあ話にしようかって言って、でまあ、奥さんが、まあ、玉見ですけども、玉見が、うん、死者に取り憑かれた主人公がいいっていうふうに言って、でまあ、そこから、まあ、幽霊が出てくるっていう話になっていったわけですね。で、まあ、一応患者の、まあ、キキさん演じる、彩子も中村さん演じる高志も、まあ、過去にとらわれてるっていうか、過去の、まあ、失ったものにとらわれてるっていう、そこから何かこう2人の出会い、それから付き合いが狂い出していくみたいなことになったんですね。その時にあの幽霊も、出てくるっていうことになりました。例えばジョン・カサベテス監督とかピット・ネル監督とか、なんか会話劇で進んでいくところが、特にヨーロッパ感だったり、そうアメリカのインディーズ映画感みたいなのを感じたのかなと、そういう年代の作品を意識されてるってことでもないですか？あのね、キャサベテスの映画はね、本当にね、撮りたいなと思うし、これどうやって撮るのかなと思うし、ただ今回作る時にはキャサベテスはそんなに意識はしてないんですけども、よく言われるのはその舞台みたいですねっていうのは、過去に作ったものもね、言われるんですよ。でそれはまあ、玉見が書いてる脚本に圧倒的にやっぱセリフが多かったりして、その会話劇になっていくんで、まあ、どうしても舞台的な、ものに感じになっていくんだろうというふうに思いますね。もちろんキャサベテスはね、尊敬する監督ですし、それからもう一人、僕はジャック・ドワイオンですね、監督がいますけれども、ドワイオンの映画についてはいつも考える。それからそうそう、日本映画で言えばその増村康造っていうのがいるんですけども、まあ、増村康造監督のことを、はい、ずっと考えながら撮ってましたね。でまたそうそう、増村自身もね、日本で50年代後半から映画撮るんですけども、ヨーロッパの映画のようだっていうふうにね、言われましたから、まあ、そういう意味ではつまりアンチ日本映画みたいのを撮った人ですから、その意味ではこう僕もその血を引いて、映画を撮っていきたいなっていうふうにはずっと思ってました。どっちかというとアメリカ映画の方が意識してるんですけれども、ただまあ内容的にはちょっとヨーロッピアンなところはねありますよね。男女の恋愛の話で、別にドンパチがあるわけじゃないしね、おまわりさん出てくるわけじゃないしね、はい、まあ、そういう意味でだから逆に言うと、ちょっと日本映画らしいものはあまり好きではないので、こう日本映画の日本の風土に合った、日本の日常が芝居としても、あるいは、物語の内容としても何か、こう出てくるようなものはあまり好きではないので、そういう意味では洋画を意識してるっていうところはきっとあるかなと思いますけどね。いわゆる解放という意味ではハッピーエンドですよね。そういう方向に持っていきました。そもそも最初の脚本はああいうふうに解放されるものではなかったんですよ。で撮影している最中にまあどうもこれはもともとあるこの終わり方じゃないぞということで、でそれは中村さんにも相談をして、こんなことを考えたんですけどどうですかって言って、中村さんがまた、うん、そうかなって、また次の日中村さんの方からこういうのどうかなっていうふうに言ってきてくれたりして、でそれで最終的に2人が解放されるっていう方向に落ち着いて、あそれがいいですよねって言って、まあハッピーエンド、僕たち作った側では一応ハッピーエンドのつもりで、はい、作りましたね。タイトルがね、愛の眼差しをという、まあ、タイトルで、まあ、愛をテーマにした映画です。男女の愛ですね。男女の愛はものすごく、まあ、難しいです、悲劇にもなれば喜劇にもなる、それからサスペンスにもなる、そのあたりを、まあ、全部入れ込んだようなね、映画になってます、ぜひそこを楽しんでいただけたらなというふうに思います。とても今回はキャストの方たちに僕自身も助けられましたし、皆さんがものすごく生き生きとね、この映画物語世界を生きてます。そこをぜひ見ていただきたいなというふうに思います。